こんばんは。愛媛スパー TV の時間です。今日は7月25日月曜日の放送です。7月いつの間にかもう早いもんで25、そうですね、はい、あ、すいません、小瀬さん、今日もありがとうございます。そんなのいいですよ毎日会ってるからよろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、そうですね、いつの間にか25日になっちゃって。本当ですよね、はい、なんか6月ぐらいになると大体こう、もう半分終わったねみたいな話をしますけどね、もう半分どころかもうだいぶ過ぎましたね。そう、僕年が明けると大体みんなに、うん、その社員のみんなに、はい、もう年1年なんてあっという間だからねって、うん、もうみんなちゃんと目標を持って動かないとすぐ経っちゃうよって、うん、そうですね、うん、すごく自分が実感してるっていう、自分に言い聞かせながら言ってるんですね。うわ、もう半年経ったって、もうそれ終わってからもう2ヶ月ですからね、結局ね。なんかもう50も過ぎるとですね、ただ1年じゃなくてもう残りが減ったっていうような、そういう感覚もありますよ。あ、そうなんですか、うん、まあ、大谷さん無敵の人だから死なないと思ってるからね。僕はまだ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 、いや、僕はもうやれる1年が減ったんだなって思いますよね。あと20年まあ仮に生きるとしたら20分の1減るんですからね。そう、やばいですよ。そうですよね、確かに、本当に。あと20年じゃ、あと50年あるじゃないですか。50 ある人もいますけどね、まあ、確実にいますけどね。あると思いますよ、はい、はい、まあ7月25日実はうちの息子の誕生日で。今日ですか。はい、あ、おめでとうございます。実は20歳です。20歳、はい、まあ、今は18歳成人なんで、うん、まあ大人の仲間入りって言ってもなんかあれですけど、うん、でもまあお酒は飲めますし、うん、タバコも吸えるし、うん、という意味ではまあリアルに大人になった年なのかなって気はします。大谷さん理論でいくと残り80年ぐらいありますからね。そうですよ、そう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 、うん、まだまだスタートです。110歳換算でいけばもっとも90年ありますね、あとね、完全にちょっと問題がある、はい、まあでもめでたいですね、はい、そうですね、20歳か。そう、まあ、肩の荷が下りるんじゃないですか。うん、まあ、学校卒業するまでですかね、うん、やっぱり、はい、まだね、はい、はい、うん、まだすねをかじってるわけだから。そうそう、それ終わって、はい、まあ、就職するなり、うん、自分で何か進む道を見つけて自分でやっていくっていう、うん、そこになってからですかね、まあ ね、まあ、ちなみにですね、なんか逆に言うとすねかじりじゃなくなったらもう何してもいいかって言われると、うん、僕はそうでもないと思ってる派なんですけどね。はいはい、何してもっていうのはどういうことですか。いやいや、もう親父に言われる筋合いはねえよみたいな、そういう表現されても困るなっていう。そういうことか。あ、どうですか。そういうことですね、やっぱり何歳になっても親の言うことは聞いてほしい。あ、僕ね、あんまり言わないですよ。何しろ、こうしろ、ああしろ、あ、はい、言わないって方なんで、うん、今までも言ってきてないですし、うん、でも多分それ、ここの部分はあんまり変わらないかもしれないですね。なるほどね、はい、まあ、その彼も分かってると、そこら辺はね、お互いにね、でしょうね、まあ、本人に言わせれば、うん、あれも言われたしこれも言われたしって言ってくるかもしれない僕が忘れてるだけかもしれないですけど、ね、はい、そう、言われた方を覚えてますからね。そう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 、確かに、はい、はいはい、まあ、愛媛もいろいろなことがね、週末ありましたけど、はいはい、まあ、ホットなところでいくと、まあ、今日決まった甲子園の甲子園代表ですね、愛媛県代表、うん、南予から、うん、帝京第五高校、あれ夏って初めてなんじゃないですかね。そうですね、春は1回出てますけどね、うんうん、でも結構最近じゃなかったですかね、春出たのも。そうですね、3年とか最近になってくるとちょっと頭角をはっきりと表してきてるような感じがしますよね。うん、うんうん、そこは私立ですよね、私立高校ですよね、うん、うん、まあ帝京っていう名前ブランドは全国でも分かりやすいし、うんうん、ね、うん、全国でも応援してもらえるんじゃないですか、系列も。ね、そうですね、うん、いや楽しみですね、はい、はい、まあ、相手が新田高校だったんですけどね、あ、はい、まあ、まあ、いい勝負、そう、いい勝負、6対4だったかな、うん、いいとこですね、はい、まあ、いい、負けた方が悔しいけど、うん、まあ、見てる方はまあ楽しいというか、うんうん、いい試合ですよね、うん、点取って、うん、点取られて、うん、はい、でいいプレーも出てましたし、はいはい、楽しい、とりあえず何よという、はい、宇和島スタジオとしては喜ばしいですね、頑張ってほしいなと
思います、はいまあ、結構でも宇和島敷橋高校と帝京大学って結構ライバルなんで、うんうん、まあもちろんね、チッって言ってるやつはいると思います。チッって宇和島の中で、まあ、そうですね、はい、あとは2回出てるそうですよ、帝京大学。あ、そうなんだ、2回出てる。あ、そっか、夏はでもね、初めて、うん、ね、楽しみですね、うん、どんな風を吹かしてくれるか。まあ、その高校の数も減るみたいな話もあるしね。ああ、なんかあるみたいですね、議論がね。高校とか野球とかも様変わりするんじゃないでしょうかね、うん、そうですね、うん、はい、あとは、あれですか、大津の、あ、大津、大津の、あ、まあ近いですよ、ね、捕まったみたいな、捕まったっていう、捕まった一番ホットな、ね、喜んで言うことかどうかあれだけどまあまあでも、まあ、良かったです、安心するんじゃないですか、やっぱ自分の人たちは、うん、そうですよね、はい、あの大津の菅田地区ですね、うん、ね、あんな田舎で、うん、そんなことが、うん、いくらでしたっけ、100万円か、はい、ね、まあ名前はちょっと覚えてないけど、41歳無職、無職、うん、お金が必要だった、お金がね、はい、職あっても必要なのにね。まあそうですよね、それ必要でしょ、職ないのに絶対必要ですよね、うん、嬉しかったでしょうけどね。いや、どうでしょう、僕は100万円もうドキドキしてしょうがないと思いますけどね、いつ警察が来るかって。まあ、初めてしたことでしょうしねドキドキするでしょうね。気が気じゃないですよね、うん、それお腹空いたどころじゃないですよ多分、うん、まあまあいかんことですよ、うん、こればっかりは。まあやったところでね、うん、逃げ切れることなんてこともないし、去年のね年末もね、松山の、うん、うちの近くのコンビニでね、強盗が、うん、で4万円ぐらいだったかな、うん、はい、まあそれも捕まったみたいですけどね。あ、まあちょいちょいだんだん出ますね、週末や、ね、年末に近づく。やっぱどうやって捕まえたかは知りたい。あ、その辺は何なんでしょう、まあ、あんま言わない、言わない、まあそれはちょっとこうあれですかね、うん、あんまり言っちゃうと犯人もそれに対して対策を練ってる、なんか垂れ込みがあったかもしれませんしね、うん、まあ、大津なんで、うちも店の目の前に、あ、本当だ、なんだっけ、防犯カメラがあるんですけど、うんうん、はい、それ、小内さんのですかっては言われたんですけど、外につけてるやつは愛媛銀行の ATM のやつだったんで、うん、うちじゃなかったんで、あ、特に対応しなかったですけど、はい、はい、うん、そう、まあ、世の中、今、至る所に防犯カメラがあるから、そうですね、まあ、変な話は、完全犯罪、難しいですよね。大難しいですよね、ね、昔と比べたら。うん、それはやってるから焦ってるでしょうしね、うん、犯人自体も。逆に完全犯罪しようと思ったら相当頭が良くないと難しいと思いますね、うんうん、はい、はい、良かったです、はい、うん、まあ、そんなとこですかね。週末はそんなとこ、あ、僕が、まあ、僕のニュースが1個あってですね、はい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 、今日ロケに珍しく行ったんですよ、はい、はい、これがね、その行った先のポップさんというところのインスタにね、取材後にこれ投稿してくれてたんですけどね、はい、ちょっと字が小さくて見えないけど、うん、まあ、ありがとうございましたと。ポップさんという会社ですか。そうなんです、あの 、はい、自動障害支援事業所ですかね、もう生徒さんもいっぱいで、すごい人気みたいなんですけどね。あ、そうなんですか、うん、まだ始まって1年ぐらいなんですけど。あ、そうなんですか、うん、で、あの背の高いね、あの写真見たら僕ちっちゃく見えません？ちょっと見えますね、こんな大きいのに本実物はでもそのぐらい大きい方が。そうそうそう、背が高いんですよね、うん、細くて、はい、その方は、で、まあ、優しい方でね、はい、まあ、ここ書いて投稿してくれてたのでね、うんうん、まあ、プロ の話し手に誘導してもらって、なんか話しやすかったみたいなこと書いてるんですけど、全然プロじゃないんですよ。いや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 、もうプロですよ、プロですよ。いやいやいや、1年もやればプロですよ、うん、もう、まあ、素人の毛が生えたぐらいですけどね本当の毛ですけど、まあ、まあ素人ですね、僕らは素人ですよね、はい、まあ楽しくできて、はいはい、また後日、まあ、多分来週ぐらいに、はい、あの本編インタビュー動画を出そうと思いますので、うんうん、はい、楽しみにしててください、はいはい、どこにあるんでしたっけ、ごめんなさい、松山市ですね、あ、はい、まあ、市駅、あの伊勢川のとこからもうすぐです、あ、はい、
障害者施設なんですか。そうですね、子どもさんですね、1歳から未就学児の、まあ、ちょっとこう言語とかですね、運動とかにちょっとんっていうぐらいの子たちが通うところですね。まあでも安心ですよね、お父さんお母さん、うん、そうですよ、そういうところ本当彼みたいに優しくてね、子供好きな方なんで、本当にいいと思います。よかった、はい、うん、また楽しみ、はい、はい、ありがとうございます。はい、そしたらそんなとこでしょうか。特集に入りますか。特集いきましょう。スライドをドン、はい、ドン。あ、すごいいいタイミングで出してくれる。すごいメモさん、今めっちゃタイミングいい。ドン、めっちゃ俺が押したんかと思うドンって出た、びっくりした今。あ、これはアウンの呼吸っていうんですね。アウンでしたね、今の。アウンの呼吸っていうんですね、これをね。毎回これでお願いします。はい。はい。まあ、1段2段となってますけど、うん、まずはもうちょっとピックアップする形でですね、うん、何個か、うん、まあ、リストアップしてるんですけど、はい、うん、まあ、まずはもうとにかく南予ででかいイベントがあったんで、うん、まあ、その辺の話を特に大谷さんにしていただきたいなと、はい、まあ、そうですね、宇和島人として。そうです、そうです、はいはいはい。まあ、3年ぶりの、牛鬼祭りが、うんうん、今回は22、23、24とありました。はいはい、で、23、24が本祭で、うん、22は前祭っていう位置づけなんですけど、もともとそこで22日に、ガイアカーニバル、ガイアカーニバル、はい、うん、なんかちょっと僕も知らなかったんですけど、最近聞いたのが23、24の本祭に、うん、本当はこう盛り上がりがちょっと欠けてきたんで、うん、若い子たちにもっとこううん、お祭りを楽しんでもらおうっていうので、はいはい、22日 の, そのあれでしょ、お子さんたちがみんなで踊ったりだとか、子供の分もあるし、うん、大人の分もあります。そうそうそ う, そ う, そう両方あるんですけど、うん、で、そういうガイアカーニバルっていうそのガイアダンスっていうのを踊る、うん、はい、宇崎竜斗さんっていう作曲家の方が、はい、まあ、作曲した、うん、曲で、うん、あと振付師も結構有名な方なんで、ね、あ、 でしたね。それもなんか一回こうなんか紹介したような気がします。ですかね。去年忘れちゃった。うん、ちょっと、はい、お名前を忘れましたけどね。はい、まあ、うん、そういう方が作ったダンスを、はい、踊るっていう感じ、うん、とそのダンスコンテストが、うん、まあ、22日に行われ、うん、なんか有名な人が来られたんですよ。うん、あ、今回は JC、 青年会議所が主催でガイアカーニバルやってるんですけど、はい、うん、そこに JC から来てくださいっていうお願いをして、うん、来てもらったのが、はい、ケント森さんっていう。ケント森さん、この方ですね。ケント森さん、はい、はい、あ、まあ、ちょっとクエストでちょっとなっちゃってますけど、まあ、クエストってここのスタジオの、ね、そうですね、宇和島クエスト、このコワーキングスペースに、うん、まあ、基本はこのケントさんっていうのはそのガイアカーニバルにゲストとして呼ばれて、はいはいはい、宇和島に来られてたんですね。うんうんうん、で、真ん中に映ってる子がケントさんの息子さんです、うん、はい、で、ケントさんいらっしゃって、まあ、僕もちょっと写真撮らせていただいたんですけど、ここに来られる前に、うん、宇和島市長にこう表敬訪問されてるんですよ、はい、で、あ、そもそもケント森さんって誰やねんっていう、まあまあ、僕が一応そこの説明もぜひ、そうですよね、はい、言っとかないとかなと、うん、まあ、すごい有名な方なんで、もちろん知ってる方はたくさんいらっしゃるんですけど、うん、元々何歳の時だ、大学を中退して3年生かなんかの時にアメリカに単身で渡ってダンスを、はい、学ぶというか、そのダンスで、うん、アメリカに渡って、アメリカで、うん、別にダンスがものすごく有名で、うん、お前じゃあそんなにできるんやったらアメリカ来いって言われて行ったとかじゃなくて、うん、自分の意思の中でアメリカに行ってダンスをやってると、その時に、うん、まあ、いろんなオーディションがあったんでしょうね。その中でマドンナ、うん、マドンナ、ね、マドンナ、はい、マドンナの、そのダンスチームに、うん、入れてもらったというか、はい、オーディションに合格して、うん、でマドンナと契約をして、うん、でダンスをしてたと。で、本当はでも、もうダンスのしてる姿を見てるとすぐ分かるんですけど、うん、マイケル・ジャクソンが大好き で、はい、でマイケル・ジャクソンに憧れてアメリカに渡ってるんですね。でマイケル・ジャクソンの This is it かな、うん、っていう全世界ツアーを10年ぶりかなんかにマイケル・ジャクソンがやるっていうことになって、はい、そのオーディションを
やるぞってなって、ケントさんは、あのマドンナの、もう所属チームだったんですけど、もうそのマイケル・ジャクソンのやつにどうしても入りたくて、マドンナに言わずに、そのマイケル・ジャクソンの、その、あれ、オーディションを受けに行って、でどのぐらいの人数からか分かんないですけど、とにかくトップ10人ぐらいのところに選ばれてる、めちゃめちゃすごいじゃないですか。でそれもマイケル、なんか誰かの側近の方曰く、マイケルが一番最初に名指ししたのはお前だっていうふうに言われたっていう、なんかあるんでしょうね、特徴的なところね、でしょうね、目立つってことはね、彼の踊りには鳥肌が立ったってマイケル・ジャクソンが言ったのかな、確か、っていうぐらいすごいダンサーなんです。はい、もう世界的なダンサーで、この世界的なダンサーがここに来たんですか。そこ、ここに来たんですよ。ちょっとびっくりです。大谷さんとこれ同じ服着て、これ同じじゃないですね。あ、同じじゃない、縦と横で全然違います。どういうことですか。あ、この服ですか。シャツ。ああ、そうそうそう、あ、今とその時から一緒です。まあこれしか持ってないんで、いやいや毎日これですか。はい、そうなんです。で、あの、まあ、たまたま NHK が、まあ、ここでインタビューしたいっていうので、NHK がうちに、あの、誰かの、誰、ちょっと何かのインタビューがあるんで、ちょっと貸してくれませんかって言われてたんですけど、はい、朝 NHK の方が来られて、下見に、で、誰が来られるんですかって聞いたら、ケント森さんですって言って、って、その最初はその小さい、あのミーティングルームを貸す予定にしてたんですけど、そんなアホなと。じゃあ大広間、ケント森さん来るんです、ここはいけんやろって言って、ここを全部開けて、はい、そこをインタビュー場所にして、で、あの無茶ぶりの、なんだっけ、あのケントさん踊ってくれませんかっていう、NHK の方の無茶ぶりをちゃんと対応して、さあ息子と一緒に来たり、まあ、NHK ですからね、はい、NHK ですからね、はい、で、まあ、そこで踊ってくれたりもしてましたね。でも NHK の、その、あの担当の方は宇和島の方で、はいはい、ケントさんに、でもその人も無茶ぶりさせられてて、あのガイアカーニバル、ガイアダンスをちょっと踊ってくださいって言って、そこで踊らされてたっていう。二度と来てくれへんの。いやでもそのやり取りはすごい面白かったです。ああ、そうですか、はい。こうやってやるんですとか言いながら、ちょっとすっげえ恥ずかしそうに踊ってましたけど。そうですか、はい。でもその方ってマイケル・ジャクソンのすごいファンで、で、そのファンであったそのところにケント・モリさんが行って、認められたダンサーっていうのを知ってて、もう感動してましたね、その NHK。 もう完全にあの個人的な感情が出てましたね。はい、NHK のことをほったらかしで、もう自分の感情で話をしてましたね。いいインタビューだったと思いますよ、そういう意味で。はい、それまあどっかで放送されるんですよね。もうされたか、まあ、NHK もうされて、もうネットで出てる。まあそれは楽しみです。そうです。で、まあ、あのそういうケント・モリさんが、はい、まあ、宇和島に来られて踊ったと。そうです。まあ、あの22日のガイアカーニバルの最後のフィナーレの手前のところのステ、オンステージで、はい、はい、ちょっとだいぶ時間がすいません、すいません、はい、熱くなっちゃった。それで花火大会とかありましたよね。はい、そうですね、23日に花火大会、見たんですか、花火。あのドンドンって言い始めたんで、ここにいて、まあ、ちょっとじゃあ見に行くかって言って、まあ、チラッと見に行って、なんか最近 SNS でね、もうほんとみんな上げてくるんで、ライブで、ライブとかね、ほんと見た気になりました、僕、松山行って。なんか自分が思ってたのは、キサイヤから見える坂シズンの花火だったんですけど、今回は会場で上げたみたいで、あのキサイヤのとこに行っても見えないんですよ。あ、そうなんですか。建物に隠れちゃって、あ、まあ、上の方のやつは見えますけど、本当の沿岸に行かないと。あ、そう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 、しっかりしたやつは見えなかったんで、まあ、その辺ぐらいまで行ってペラッと見て帰ってきた。で、帰りながらリョコちゃんと、俺たちも花火に感動しなくなった年になったなっていう、年のせいなんだな。2人見すぎた。2人先頭と帰ってきた。隅田川とか見てたらね、そうかもしれんけど、あんなくすんごい人混みの中で一生懸命見に行ってたあの時を考えたら、まあ、子供がいたりしたらね、こうね、連れてったりとかありましたけどね、まあ、年を取ったなと思いましたね。はい、うん、まあ、あと最終日に、うん、大谷さん一仕事して、そうなんですよ、なんか海上自衛隊、あ、じゃあね、航空自衛隊の方々が来られて、あの演奏をされるっていう、その催し物が木曽屋広場であったんですけど、にもかかわらず何の催し物もなかったんですよ。え、
なかったんですか。その航空自衛隊のやつはあったんですけど、うん、周りにキッチンカー呼んだりとか、うん、そのなんかこう盛り上げたい的なのがゼロだったんですよ、うん、ゼロ、うん、誰も何もやる予定がなかったんで、うん、あのキッチンカー持ってる大谷さんなんかできませんかって言われて、うん、それがこれ。そうです、そうです。で、本当はまあ3組ぐらいでやろうと思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっとこうみんなが声かけてくれて、はいはい、結果的には6組、うん、あ7組か、うん、7組集まって。もこさんとかも。もこさんも、うん、はい。もこさんとかも慣れてるんで、いろんな人に声かけて。まあそうですよね。はい、プロですね。企画されてるから、うん、僕企画初めてだったんで、はい、ちょっとドキドキしながら、うん、はい、まあ、なんとかやりきれました。やりきれ、はい。暑かったでしょ。暑かったですね。写真がありますか。はい。はい、まあ、これここ1か。ここ1かですね。うん、ここ1か、うん、はい。あとは、まあ、まあ、うちはどっちかというとお飾りで出てたんですけど、うん、あとは、まあ、ハーブティーが出てたり、はい、生地の串焼きあったり。うん、はい、あのあジビエ。ジビエ。あ、食べたかったな、それは。いろいろあのいい感じの方々が集まって、僕も初めて会う人も結構いたんで、うん、はい、知り合いにもなれたんで、まあ、これから企画するときには声かけられる人が何人か増えたなと。あ、はい、またどっかでやるんですね、はい、いい機会をいただいたなっていう感じですね、はい、ありがとうございます、はい、はい、お疲れ様です、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、まあ、1行目ね、はい、そんな感じでした、まあ、あとはちょっと、まあ、全国的な話も含めて、いきましょうか、はい、はい、安倍さん続報、うん、いうことですけどね、うん、ニュース見る間もないですよね、僕、うん、全然ニュース見てないから、うん、安倍さんの話とかもなんかね、その安倍さんの話は、まあ、もちろんですけれども、その宗教的な話が多いですね。多いですよね、大、うん、何でしたっけ、統一教会、統一教会、旧統一教会、旧統一教会、ね、はい、まあ、でもそこと政治の絡みみたいな話、うん、そうですね、ばっかりですよね、結構今ね、うん、ワイドショー系はなんかね、まあ、けしからんっていう話が多いですね、なんか論調的に、はい、うん、まあ、その政治とね、そう癒着するっていうことに対して自民党だけじゃなくて野党も、うん、結構がっつり絡んでると、はいはい、これは政治の腐敗であるという論調が多いんですよ。はい、うん、それはあれですか、あの、うん、中宗教が好ましくない宗教だからってことではなくて、うん、まあ、それも一つはありますけど、そもそも政教分離っていう、まあ、原則もありますよね。ああ、それ言ってたら公明党とかどういうことですかね。お、これカットしなくて大丈夫です僕も遠慮しながらしゃべってまあまあいいか、はい、うん、そうですよね、けしからん、だからね、まあ、タブーなんですよここのとこ、はあ、あ、うん、そうなんですか、うん、その政治と宗教のところはタブーなんですね。あ、うん、もう触れるなっていうっていうことなんですね、うんうん、にもかかわらず触れちゃったわけですね。もう今回もあからさまな事件になってしまったのもあって、触れざるを得ない。あ、まあ、逆に言えばこれを機に何とかするっていうのもね、うん、一ついいことかもしれないんですけどね、うんうんうん、まあ、ただ前回先週もちょっと言ったんですけどね、その経緯があるわけですよ、うん、特に統一教会はその韓国のね、うん、はい、あの、まあ、ぶっちゃけもうカットですけど、うん、まあ、ろくでもないとは思いますよ、うん、けどそこと組まなきゃいけなかった理由があるっていうところなんですよね、うん、自民党が、自民党がね、特にね、うんうんうん、だからその岸さんの時代かな、岸さん、おじいちゃん、安倍さんのね、うん、その頃からの、そう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 、うん、だってその共産主義っていうのはその新興宗教がけしからんレベルではないわけですよ、国家にとって、民主国家にとっての脅威度っていうのは次元が違うので、うんうん、まあこれは僕例えでよく言うんですけどね、うん、あの地球にサイヤ人が攻めてきた時に、うん、ドラゴンボールで、うん、あの悟空とピッコロが手を結んで、うん、そのサイヤ人を撃退したんですよね。はい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 、もともとピッコロ大魔王というのは僕の敵なんです、はい、敵でしたよね、うん、だからね、まあ、そういうことなんですよ。どういうことだドイツがピッコロ、うん、だから大きなね、はい、敵があった時に、うん、ちょっとこいつ好かんなと思っても、組まざれへんな、組んででもなんとか、うん、あの排除しようっていうね、
まあ、僕もその時生きてないから、はい、これどこまでそこまでの深刻度だったかわからないけども、はいはい、ひょっとしたらそういうこともあるということを、まあ、念頭に置いて批判するにしてもね、はい、まあ、それのがまあ正しいスタンスなんじゃないかなと、はい、まあ、ちょっと思ったりはしています、はいはい。まあ、今はもう時代が変わったんで、はい、まあ、ましてやね、そういうお金をね、なんかもうむしり取るようなことをやってるわけですから、まあ、今は今でもう排除する方向にっていうのは、まあ、全然いいとは思うんですけどね、うん。国葬はあるんですか？あ、そう、国葬の話もありますね。で、国葬もなんかネットとかテレビとかを見ると一見こう二分してるような印象を持ちますけど、うんうんうん、まあ、実際にはね、もうほんの一部反対してるだけで、うんうんうん、もうほとんどの人はまあ国葬賛成でしょう、うんうん、賛成もクソもない、まあ、僕らなんか思うのはもうそれぐらい、うん、クソ言いましたクソ言いましたおかしい、クソなんか言うとおりピーですよ今、うん、まあ、当たり前ですよね。ここでいつも言うようにもう桁違いですからね、安倍さんの功績っていうのは、うん、まあ、日本はもちろんですけど、うん、まあ、世界の安定にとってもですね、うん、そのまあ、太平洋、インド太平洋地域 の、ね、うん、その新しいその枠組み、うん、自由で開けたインド太平洋世界の構築という理念をぶち上げたのは安倍さんですからね、うん、だからそれによってまあ中国でありロシアなりをこう牽制して安全な、ね、その太平洋地域っていうまあ理念、うんうん、でそれ具体的にはそのクワッドっていうね、うん、まあ、日米、はいはい、オーストラリア、インドっていうね、まあ、主要国での枠組みを作ったというところでですね、まあ、世界的に見たらもうとてつもない人なんですよね、うんうん、でそういう人たちが、まあ、心置きなく、追悼する機会を、まあ、国として作るっていうのは、まあ、当たり前ですよね、うん、でまた誤解されがちですけど葬式じゃないですから、うんうんうん、まあ、イベントみたいなんですかね、うん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 、外交的イベントみたいなんですよね、うんうんうん、まあ、ですからそこをまあお葬式みたいな、なんかわざと言ってるのかもしれないけどね、うんうん、国民を煽るために、ね、うんうんうん、反対みたいなことを、まあ、いつもの連中が言ってるという構図でしょうね、あ、まあ、こんな感じでしょう、まあ、されるんだったらね、うん、ね、はい、伝えました、はい、で、愛媛、はい、ちょっと戻って、はい、まあ、コロナがちょっとね、はい、ま、1000人とかいう平均になってきましたかね、うん、はい、はい、うん、まあ、慣れっこですけど、うん、まあ、一つ新しいことというと、あの BA5 の、 その2の 7.5 みたいなの、うん、新しいやつがちょっと出てるということと、うんうんうん、それからサル痘、うんうん、まあ、コロナじゃないですけどね、うんうん、まあ、その辺がホットな話題と、うん、今日ですもんね、日本で初めて、そうですね、まあ、うん、WHO の緊急事態宣言自体は、うん、ちょっと前に出てたと思いますけど、うん、2日とか3日前に、そうですね、はい、WHO がなんか出してるやつですね、はい、うん、まあ、サル痘はね、これもちょっとタブーな話がちょっとあるんですけど、うん、どうやってあれ広まってるかというと、うん、これもう P ですけどね、うん、あの同性愛、あ、うん、そうなんですか、うん、だから男ばっかりになってるんですよ、あ、そうなんですか、うん、でもこれ日本のマスコミだったら多分あんま言わないでしょうね、あ、じゃあ空気感染はしないんですか、空気感染はしないと思いますけど、ね、あ、まあ、でも変化したら知りませんけどね、あ、そうかそうか、うん、あ、まあ、感染があんまり広まるとまた変異するから、うん、確率的にね、うん、うん、まあ、油断はできないと思いますけど、うん、まあ、サル痘のこと、まあ、コロナのこと、うん、ね、2週5週とか言うじゃないですか、はい、みんなあれそう思ってますよね最近ね、なコロナって2週なんだって思ってません、え、2週ではない、どっちがどっちかいまいちよく分からない、ああ、まあ、そういうのは別として、厳しいのはどっちでしょう、2でも5でもないんですよコロナ、はあ、うん、何なんですか今、新型インフルエンザっていうカテゴリーなんですよ、はあ、うん、にもかかわらず、ずなんか隔離があるんですか、なんで2週5週にしねえんだみたいないや、そう、ずっと聞きますよね、もう鼻から間違いですからね、はあ、うん、
ね、あ、じゃあ隔離の話とかってその2種とか5種にひっついてるわけじゃないんですか。あのちょっと枠をこう改正されたんですよ。あ、うん、2種よりももっと柔軟に動けるような枠組みに変えてるんですよね、すでにね。だからやる気を出せば5種だろうが何だろうが風邪みたいな扱いだろうが何でもできるんだけど、はいはい、まあ、ただやってないだけなんですよね。隔離のところだけが僕らはやっぱり、うん、まあ、今その重症化率自体は低いっていう認識なんですけど、ってなるとまあそういう風邪と同じような扱いでいいんじゃないかっていうのはまあそうだと思うんです、はいはい、でもう隔離があるんで困るんですよ、うん、はい、仕事その してもらわないといけない側にとったってみると従業員が1人2人いなくなっちゃうことになるから、まあ、これはもう本当始まった時から思ってましたけど、うん、これはもう大問題ですね、社会的にはね。そう、それを結局いまだにこう引きずってる理由は何なのかなっていう気はすごくしてしょうがないんですけど、うんうんうん、はい、まあ、結局ね、あの病院に行くじゃないですか、うんうん、その行く理由もね、あの症状があるから行くっていうのも一つですけど、うんうん、まあ、今回に限ってはその保険もらうために証明書がいるとかね、うん、まあ、そういうなんか付属的な動機で行くケースも混ざってるんですよ、うん、で病院が殺到すると。あ、うん、検査に行くってことですか。そうそうそう、検査もしないと仕事休めないじゃないですか、オフィシャルで、まあ、そういうとこもあるんですよね。あ、まあ、インフルでもそういう とこあったとは思いますけど、あ、まあ、そうですね、インフルエンザも、うん、医者 その診断がないと、うん、ですからその病院に殺到する動機はちょっとバラエティはありますけど、あ、まあ、いずれにせよ病院側に立ってみると山のように来て、うん、電話あって もう対応できないとか、うん、まあ、これ医療崩壊だみたいな感じにもなるわけですよね。まあとにかく困ってますよ、はい、うん、もうちょっと注視しましょう、はい、はい、それからお急ぎでオレゴン田中希実選手が好きで、あ、うん、あ、はい、細さんが写真、はい、あ、それ大谷さん、はいはいはい、うん、知ってます。今回5レースかなんか出たんですかね。3つかな、3つですかね、うん、3種目に出たんですよね、うんうん、はい、うんうん、なんだったかな、1500、うん、あ、800、1500、5000、うん、5000かなですかね、だったかな、はい、うん、まあ、なんせちょっと常識では考えられないらしいですわ、うん、そうでしょう、はい、うん、5000走ってで予選通過して、うん、で800かなんかで走り切って、うん、もうゴールして倒れて、はい、次の日もう一回5000の決勝みたいな、そんな感じでしたよね。もうそんな無理でしょ、ね、スケジュール的なものも含めてね、うん、それはやっぱりそのぐらいこの方がもう全種目においてやっぱすごかったってことなんでしょう、うん、そうですね、日本ではもうちょっとこう近寄れないぐらい飛び抜けてるし、すごい、うん、コーチ大谷みたいなもんですよね、ある種ね。コーチお父さんですよね。お父さんですね。すごいですよね。もともと陸上の選手だったみたいですよね、はい、うん、いや彼女はね、あの、まあ、ツンデレっていうわけじゃないですけど、うん、この走ってる時はなんかもうサイボーグのように、ね、うん、無表情というか走りますけど、うんうん、いざこうレース離れたらめちゃめちゃ可愛いんですよね、うんうんうん、あのリアクションも含めて、うん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 、まあ、そのギャップはギャップ萌えですね、ギャップ萌えそれ、うん、だから頼もしさと可愛さと両方持ってるから応援する側としては、うん、そうですね、本当にすごい魅力的な選手、無邪気、うん、ましてその実力うん、そうですからね、ってね、うん、本当にいい選手だなって思ってます、うん、ね、どっかで、はい、メダルとか取ってほしいですね、そうですね、うん、取ったらまたこの、ね、スタジオ来てもらいたい来ないいや、これだけ言っとけば来てくれるんじゃないですか、でしょう、ついでにね、だって細い P のギャップ萌えですよ、ギャップ萌えだから、ギャップ萌えですよ、初めて言った、そんなことツイッタートレンドギャップ萌えきますからね本当だ、はいはい、まあそんな感じで応援ね、まあ終わりましたけどね、はいはい、まあだから面白かったですよ、お疲れ様でしたですね、今日も良かったです、あ、やり投げで初めての動画、
そう、あの子もね、あの子もおもろい、おもろいというか、あの子 ね、 いいね、予選はいいのを掘ったんですけど、はい、本戦でもう一つだったんですけど、あ、そうですよね、うんうん、もう最後最後よくあそこやりきったなと、うん、そうです ね、 ね、感動しました。銅メダル取りましたね、うんうん、いやすごい、本当良かった、うん、うん、面白かった、うん、はい、お台場島ももう終わりですからね来たはい、お疲れ様でした皆さん、はい、はい、お疲れ様です。もう時間オーバーしてるんですけど、はい、もう特集に、はい、一言、はい、はい、あの知ってますよね、木本 TKO、はい、まあなんとなくネットニュースでちょろっと見るぐらいでしか見知らないですけど、うん、はい、うん、うん、まあとにかくその投資なんかね、当初はね仮想通貨って言われてたんですよ、うんうん、まあ、それでこれも仮想通貨って書いてるんですけど、うん、本当は違うみたい、 FX と、はあはあ、不動産、あ、全然違いますね、そう、全くこの書いてる裏側みたいな、あ、うん、なんですけど、まあ、まだそれもねわからないですけど、本人の着名がまだ会見まだなんで、はい、わかんないんですけどね、うんうんうん、あのステップンじゃないかって当初は結構言われてたんですけど、何ですか、ステップン、はい、あの仮想通貨、はいはいはい、NFT、はいはい、うん、はい、言われてたんですけどね、うんうん、なんか違うっぽいですね、うん、情報では、うん、はい、まあ、あの一言ね、これなんで特集しようかと思ったら、こういう人多いんですよ、うん、なんだろう、仕掛ける人も、うん、仕掛けられる人も多いじゃないですか、はい、一般社会で、はい、うん、まあ、そこでなんかこうなんか助言的なことをね、うん、言えたらいいなと思ったんですけど、うん、うん、まあ、大谷さんも投資してますけど、はい、勝てるとどれぐらい思ってますかね。え、当初ですか。当初入れる頃、はい、まあ 120% ぐらいですかね、うん、ということは100万が120万になる、そう、予定ぐらいの予定で突っ込んだと、はいはい、予定でしたね、はい、でほぼ到達したんですか。今は、え、いや、到達、ま、到達、あ、まだしてない。あれ、なんか片言になりました。ちょっと、はい、うん、ちょっと下がってる。いや、でもそれって当たり前なんですよね、はい、うん、だって浮き沈みあるのは当たり前じゃないですか。そう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 、入れたものが全部上がっていったら誰も苦労せんわけですよ。谷庵いわく、そんな、うん、あの時代のこの切り取りのここだけで見ても仕方がないから、うん、そうですよね、もっと長い、まあ、チャートはこう長期で引き伸ばしてみないと関係ないと、うん、この持ち込みはもう関係ない、上がりしながらこう上がっていく、関係ない、まあ、あのもうあたふたするなというふうに言われてますね、うん、いや、本当これはその通りだと思うんですけどね、うん、じゃあなんでその天国と地獄になる人がいるのか、うん、でその理由はですね、うん、あのその長期で見れないからなんですよ、うん、はいはい、はい、うん、ということは、あの余裕資金じゃないってことなんですよね、うん、もういくら投資したかわからんわみたいな人がみんな勝つんですよ、あ、ほったらかし、そうそうそう、しとく人たちで、万が一失ったとしても、うん、まあ、気づかないような人、うんうん、なんですよね、うんうん、まあ、ですから そもそもその入り口の問題、うんうん、どういうお金を突っ込んでるかっていうところですよね、うん、だから友達の付き合いでそうやって誘われてやる、うん、まあ、別にいいんですけど、うん、それなくなったら困るお金入れちゃいかんということだと思うんですよ、うんうん、投資詳しい人、あ、まあ、俺全然わからんからもう任せるわみたいな人、うん、いろいろいますけど、いずれにせよ、うん、あの危ない資金を大量に入れないということですよね、うんうんうん、まあ、それの裏返しで言えば、そういうお金であれば知らん間に増えてることは多々あるから、うんうん、ほっとけば、うんうんうん、っていうことだと、まあ、それはまあ何年と、ね、3年とか4年とか5年とかっていう、うん、そういうところで見ていかないとってことですよね、うん、まあ、最悪10年とかあるいは老後の段階で60歳の時にちょっとでも増えてりゃいいやんとか、うんうん、万が一なくなっててもちゃんと老後資金置いてるから、うんうん、まあ、それは楽しみでいいやんとかね、そういうスタンスがまあ一番間違いはない、うんうん、それ以上突っ込むとちょっともうあのリスク投資になってしまうんですよね、うんうん、だからまあちょっとそれだけはね、今回のニュース見て、あの愛媛の人たちがね、
投資ってどう捉えたらいいんだろうっていう人がいたら、うんうん、あそういうことですね、うんまあ、参考にしてもらいたいなと思ったんです、まあ、今特に確かにインフレあって、うん、こうアメリカ株落ちてるし、はい、あの仮想通貨もと同時にクイッと落ちてるから、うんうん、今そんな風に見えますからね、うんうん、でもアメリカの株は持ち直しそうですよね。あそうですか、うん、そうなんですよ、まあ、それはねインフレのくせに、ねうん、景気は落ちない。へうん、ますますインフレ。そうですね。あ日本はどんどん引き離されてますます円安、うん、あだから日本沈没は本当結構マジですよ。あ、うん、やばい、はい、気をつけましょう。気をつけどうやって気をつける、はいはい、やばい10分過ぎた、はい、いいです、すいません、はいはい、ありがとうございます、はい、今週も始まりましたが、まあ、今週の予定としては明日やって、うんうんで明後日はゲスト。ゲスト。はい。ゲストがですね、宇和島で今度ゲストハウスが、はいはい。はい、あのマジカオープン、うん、オープンマジカになってるんですけど。あんまりないんですかね、宇和島には。宇和島にゲストハウスないんですよ。うん、はい。1個目だと思います、今回。うん、まあ、もしかしたらちっちゃくやってるところがゲストハウスって言いながらやってるところあるかもしれないですけど、うんはい、あんまり。少なからず僕らの知ってる範囲の中ではなくて、うん、まあ、初めてのゲストハウスができるということで。まあ、一回ここに出てきてくれた、はい、あの西田レオ沙織、うん、この夫婦が、ああ、はい、ディアユーです。ディアユー、ディアユー、うん、ゲスト出演してくれますので、はいはいね、まあ、そこでまた、ね、オープンの予定とか、うん、どんな風に今建物の中になっているのかとか、うん、写真とか交えながら、うんはい、お話をさせてもらえたらなというふうに思います。うんまあ、僕は出演しないんで、うん、大谷さんがこう引き出して、はい、なんかプレッシャー、うん、なんかハードルを今後ね、愛媛で泊まろうっていう若い人たちが、はい、この動画を永遠と見続けるわけですからね。そうですね、はい、まあそういう意味では今日のもそうですよ。まあそうですか、クソのやつあれはピーミーするから編集者は強い、編集するから編集者は強いなはい、はい、ということで今週もあそう木曜日はスロープフィールドですね、はい、はい、まあ、今週もそんな感じで進めていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。